エンシフェルムは、フィンランド出身のフォークメタルバンド。1995年に、マルクス・トイボネン、サウリ・サボライネン、キモ・ミエティネンの3人で結成。翌1996年にあり、マー・エンパーが加入し、最初のデモをリリースした。1998年に、サウリ・サボライネンとキモ・ミエティネンが脱退し、キモ・ミエティネンの弟ユッカ・ペッカ・ミエティネンと、 オリバー・フォキンが加入した。ユッカ・ペッカ・ミエティネンはこの時、わずか14歳だった。1999年に日本のデモを作成し、同年に、フィンランドのスパインファームレコードと契約した。2000年にファーストアルバム、エンシフェラムのレコーディングを行い、レコーディング後に、キーボーディストの名ユエンホが加入した。同アルバムは2001年にリリースされデビューを果たした。 2003年にセカンドアルバムアイアンのレコーディング後にヤリ・マー・エンパーがウィンター3000年のために脱退した。アイアンは2004年にリリースされる。このアルバムは日本でもユニバーサル・インターナショナルからリリースされ日本デビューを飾った。ヤリ・マー・エンパーの後任はノーサーのペトリ・リンドロスで急遽サポートメンバーとして迎えてライブ活動を行った後、 2004年末に正式にメンバーとなった。その後、ユッカ・ペッカ・ミエティネンとオリバー・フォキンが脱退し、サミ・ヒンカとヤンネ・パルビアイネンが加入した。ちなみに、ノーサーのベーシスト、ユッカ・コスキネンが後に、ウィンターさんに加入している。2005年に初来日を果たした。2006年にミニアルバム、ドラゴン・ヘッズ、2007年にサードアルバム、ビクトリー・ソングズをリリースする。 リリース後、名イユ・エンホが脱退した。そのため、セッションメンバーとして、エンミ・シルベンのイネンが加入した。エンミ・シルベンのイネンは、2009年に、正式メンバーとなった。同じ2009年には、ペトリリンド・ロスが、ノーサーから脱退し、エンシフェルムに専念することになった。同年にフォースアルバム、フロム・アファーをリリース。同アルバムの日本版は、リリースされなかった。 2012年にフィフスアルバム、アンサング・ヒーローズをリリース。フィンランドの週刊アルバムチャートでは3位にランクインした。その後、計4週間週刊アルバムチャートトップ50入りを果たした。2013年4月に14年間所属した、スパインファームレコードを離脱、アメリカ合衆国のメタルブレードレコーズに移籍した。 2014年2度目の来日を果たし、東京と大阪にて公演を行った。2015年2月にシックススアルバム、ワンマンアーミーをリリース。2016年4月、キーボーディストのエンミシルベンのイネンが、家庭の事情により脱退し、元チュリサスのネッタスコグが加入した。ネッタスコグはこれまで、ツアーメンバーとして、エンシフェルムに参加していたが、 原味と入れ替わりで正式メンバーとなった。2017年9月にセブンスアルバム2パスズをリリース。日本ではワードレコーズ参加のケイオスレインズからリリースされた。12月下旬、ネッタスコグの脱退が発表された。脱退の原因はネッタとバンド側のスケジュールが合わなくなってしまったため。バンド側は発表時点では購入を探していないことを 名言しており、その後はサポートとして、メディアで活動するラウラ・ジャドゥレビチが参加するようになった。2018年に3度目の来日を果たした。2020年2月末、ペッカモンティンが正式メンバーとして加入した。7月にエースアルバム、サラシックをリリース。本アルバムのタイトルは、古いギリシャ語で、海野という意味で、バンド初のテーマアルバムであり、 全曲が海もしくは水に関連している。ネッタスコグ2017年ありがとうございます。